待望の3列シート7人乗りですので、2列目3列目についても乗り味をチェックしてみたいと思います。まあ、快適性は期待していたよりか高いなと感じてます。2列目ってね、割と乗り心地の面では犠牲にされがちなことも多いんですけども、この車の場合、まあ、ボディのね、やっぱ姿勢のコントロールがいいのかな、タイヤの真ん中に座ってる形になるので、こう突き上げなんかもあんまりダイレクトに入ってこないですし、2列目はかなり快適ですね。快適なのはね、空間がこう快適な空間ができているという意味でもあります。まず着座位置が、まあ、フロントの1列目よりかも高めになっているので、まあ、なんとなくこう閉塞感がない。つま先がちゃんとね、フロントシートの1列目の、座面の下に入るので、かなり足をこう伸ばすというか、つま先がね、狭苦しいこともない。そしてさらにね、今これ2列目ちょっとスライドで後ろ気味にしてます。これ7人乗りですけど、こう5人乗りの方でも2列目のスライド機構ついてます。なので、まあ3列目に人乗せない時なんかはかなり足元余裕のある状況で十分な広さがありますね。シート自体も、まあ2列目ちゃんとね、今私が座っているこの左右だけじゃなくて、中央席にもヘッドレストと、3点式のベルトついてます。まあ、そういう意味でも、まあ、あってほしいものは、まあ、ついてると言っていいのかなと思いますし、特にこのね、 G の方は、まあ、これね、シート地なんかも結構いい感じでしなやかな、タッチもそうですし、沈み具合なんかも心地よくてですね、まあ、正直、そんなにね、同じ革ではなくファブリックだし差はないかなと思ったんですけども、2列目だけじゃなく1列目も含めて快適性で言えば、G の方が、シートはね、おすすめかなという気がします。はい、3列目に座っています。まずね、スペース的にはこれ結構いけるなという感じですね。座面は2列目よりもさらに高くなっていて、そしてね、座面自体のこう大きさも、まあもちろんね、大きくはないんですけども、まあ、足りないというほどでもない、まあまあいいかなというぐらい。というわけで、肩周りとか頭の上とか、僕身長177センチぐらいなんですけども、頭も触れることないですし、座ってられるじゃんという感じです。まあ、膝の前はね、もう、バックレスト2列目のバックレストの裏側まで本当にこう1センチぐらいしかない、まあ、触れたり触れなかったりぐらいのところです。3列シートちゃんと、まあ、こう補助席ではなくて7人乗りとして使えるという車にね、仕上がってるんじゃないかなと思います。この、プリウスらしい、ボディスタイリング、ルーフがね、後半落ちた形になってるんですけど、それを考えるとね、うまくパッケージングしたなという感じですね。こちらが5人乗り仕様のラッゲージスペースです。容量は535リットル、ゴルフバッグがこの5人乗りの状態でもね、4つ、入るようになっています。もちろん2列目シートは、背もたれをね、前方に倒してフルフラットにすることが可能です。そしてさらに、この床をね、フロアボードをめくると、かなり大容量の小物入れのスペースが用意されています。では続いて7人乗りの方を見てみましょう。見ての通り、まあ、2人分のシートがプラスされています。そしてその手前には200リットルのラゲッジスペース、まあ、ゴルフバッグ1個入るかなというところですね。もちろん倒すことはできます。ここでね、倒すと、まあ、ダイブダウンといって座面が、下の方に沈みながら倒れていく。それによってこう倒した時にもフルフラットになるようになっています。まあね、ミニバン、世間のミニバンではよくある機構なんですが、この車の場合、5人乗りではね、実はここにバッテリーが入ってるんで、そのままではこの3列シートってね、成立しなかったんですね。そのバッテリーをこの7人乗り仕様ではリチウムイオンというコンパクトなものにして、車体のね、前方に搭載したことで、まあ、この、3列目をね、つけて、まあ、7人乗りということが実現できたというわけです。このように2列目まで倒すと、5人乗り仕様では1070リットル、そして7人乗り仕様でも1035リットルというね、かなりの大容量を、獲得することができます。これまでで言えば、プリウスというね、ハイブリッドカーに自分のライフスタイルを合わせる、そんなことが必要だったような気がします。まあ、それはそれでね、とても楽しいこと、喜びだったとは思うんですが、このプリウスアルファの登場で自分のライフスタイルに合わせたハイブリッド、自分のライフスタイルに合わせたプリウスを選ぶ、こういうことがね、可能になったのかなというふうに思います。
そうした幅の広がりだけではなく、個人的には、特に走りの質の面ですね、ハンドリング、乗り心地、そして静粛性、そういった面での質の高さ、もしくは奥行きの深さみたいなものがより一層追求されていること、ここもとても印象的でした。